のりまさん、のりぼーチャンネル。皆さんこんにちは。3月です。髪の毛短くしました。ですね、今月の3日までお芝居をやってまして、3月3日までお芝居してて、3月4日誕生日になりました。62歳です。もうやばいです。62歳ですよ。ということでね、コメントいただいたのちょっとね、読ませていただきます。のりぼーチャンネル様、東京ジルさんの舞台はいつも見ていて、笑いがあったり泣けたりハートウォーミーだったり、毎回楽しませていただいてます。その中でも過去にも上演されて好評だった青いバラのシグナル、こちらの作品はとてもシリアスで、こういった作品もとても好きです。青いバラのシグナル2024はおなじみの役者さんと新たな役者さんとで、どのような世界を見せていただけるのか今から楽しみです。ゆうこより。はい、あれ終わりました。ありがとうございます。ゆうこさん、ありがとうございます。では恒例のスポンサー紹介から、CCMC コースコーションモータースポーツクラブです。これはですね、モータースポーツ好きの面々がですね、鈴鹿サーキットをメインにですね、自分の車を持ち込んでサーキットを走りまくるというね、とっても爽快な、チームです。先月ね、3月9日にはね、富士スピードウェイで壮行会がありまして、これも満員御礼の、今ねもうなんか結構大人気で、続々とこう入会が集まって、サーキット走ってます。どん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 ね、車好き集まってこう交流会とかもあったりしてね、なんかすごい楽しい会です。ここは、ぜひぜひモータースポーツ好きの皆様、 CCMC をクリックしてください。 CCMC バンザーイです。次、牧田会計事務所です。今年もお世話になっております。中学高校からの友人の牧田義樹くんが、川崎の鶴見駅前でですね、もう何十年にもわたってお父さんおじいちゃんの代からやっている牧田会計事務所です。相続のこともねやってるし、いろんな経営の相談とかコンサルとか、全てやってます。もう200社近く請け負ってるんじゃないのかな。もう老舗中の老舗です。素晴らしい牧田会計事務所なので、もし税のこととかいろんなことに困った時には牧田会計事務所をクリックしてください。そして次、出ました、ホライズン。これはですね、匂いの革命なんですけれども、簡単に言うとですね、ディフューザー、まあ、こういうねディフューザーみたいなのを、レンタルとかして買ってでもいいんですけど、自分の家に置きます。それでスマホで誰々の匂いとか誰々の匂いっていうのをこうクリックしてポンと買うわけですね。買って自分の買ったところからポッとこの自分の買ったディフューザーに指令を送ると、その匂いが出てくるんですよ。例えばこの間やってくれたのは、じゃあ例えば府家のりまさのイメージする匂いっていうのをこうクリックして、まあ購入してやると、そのイメージの匂いがこう出てくるわけです。だからこれね、将来的に VR とかでこうゲームとかしながら火山の方行くと、火山の匂いがゲームをしながらふーっとしてきたりとか、でお花畑にその主人公がとって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 歩いていくと、お花の匂いがふわーっとディフューザーからしたりとかいうね、今まではこう目と耳とね、視覚と聴覚でいろんなことを楽しんでいたのに、ここに嗅覚が加わるっていうことをやっていましてね、今海外とかで、今ちょっといろんな海外の政府とかといろんな折り合いをつけながらやってるんですけど、これちょっとねすごいことになりそうな気配が漂ってる。主催は台湾のザッカーバーグことサイ・アレックさんという人がねやっておるんですが、この方ですね、ちょっと今あれですけれども、このホライズン匂い革命、ぜひぜひちょっと注目してみてください。ありがとうございます。ではそろそろ本日のゲストをお呼びしたいと思います。佐野圭介さんです。ありがとうございます。どうぞどうぞどうぞ、よろしくお願いします。前の方、はいはい、佐野さんがゲストなんです。もうお呼びしたかったんです。ありがとうございます、今日来ていただいて。こちらこそありがとうございます。舞台の稽古中なのにね、お忙しい中、はい、いやいや、ありがとうございます。よろしくお願いします。佐野さんはですね、はい、ちょっとね、いろいろと今日はね、佐野さんのね深掘りをしたいと思ってね、写真をちょっとねちょこ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 出しながらね、はいはい、やっていきたいと思います。佐野さん今おいくつですか？56です。56歳。はい。元気な56歳です。元気な56歳です。あのね。
柄だけはちょっと元気っぽいけど、はい、もう中身は結構ね、もう坂道を転がる石のごとくね、体力落ちてきますよ。でも50を過ぎてから、はいはい、ちょっとこの体力の落ちとか感じないですか？実は感じないね。終わったらでもジムとかすごいってるよね、佐野くん。だから、うん、僕もそれこそ50入る前から、うん、今の年齢を見越して、すげえ、でこの年から始めると、うん、怪我につながっちゃうからすごいなと思って、うん、40代の後半から、うん、ランニングとジムをもう習慣化するようにして、うん、で今もずっと続けていて。素晴らしいですね、そのなんかこう先を見る力っていうんですか。もう僕なんか結構あのアリとキリギリスだっていう漫画あるじゃないですか、はいはいはい、アリは着実にこういくじゃないですか、はいはい、俺絶対キリギリスなんで。それね、痛い、耳が痛いですね。もうね、もう目の前のことしかなんかできないタイプなんで。さあ、それ偉いな。いやいや、もうね、うん、体力勝負ですからね、我々の仕事は、まあね、そうだよね、ね、立ち回りやった後にセリフ言わなきゃいけないとかあるわけじゃないですか。鍛えとわなきゃとか思ってたよ。まあ、そっか、じゃあちょっと見習いたいと思います。行きましょう。はい、これ後ろはね、あ、ちょっとじゃあこっちから行っちゃおうか。せっかくね、これなんだと思う。わかりました。そうですね。レビューオンレビュー。レビューオンレビューですね。これは4月、はい、4月12日から4月14日まで。これはですね、川崎アートセンター、新百合ヶ丘ですね。あ、新百合ヶ丘にあるアルテイリオ。あ、知ってます知ってます。ここ、はい、映画館もあるところ。そうですそうです。よくご存知で、その通りです。うん、そこでですね、今回ファビュラスレビューボーイズという、うん、こちらの男性がメインになっているレビューなんです。ね、でそこに、宝塚の OG の宝塚 OG、はい、で OSK の OG、 OSK OG、そしてここに、マツケンサンバで有名な真島さんが、はい、いて、で我々がいる。なるほど、こういうレビューですね。はい、はい、ここに私おります。レビューショー、もう何レビューもやるんだね。こう踊るの佐野くん。踊ります。でも日本舞踊もやるんですけど。あ、レビューだから。一部もやるし、洋舞もあるし、歌もあるし、でお芝居もちょっとあるんですね。すごいよね。日劇が、宝塚が、エンターテイナーが、NHK ブギウギでおなじみの OSK レビューが大集結。いや、ほんと大集結なんですよ。すごいよね。あ、もうこの神崎さんの人脈がすごくてですね。はあ、すごい。はい、あ、お衣装とかも全部自前なんです。はあ、すごい。すごい。これがまた。すごい。はい、まあ、ぜひお時間がありましたらですね、4月の12日から14日、アルテリオ小劇場でやりますレビューオンレビュー、ぜひお越しいただければと思います。お願いします。で、ちょっと次の写真をペッてやってくれるかな。これは、そうですね、メンバーですね、今回のね、はい。じゃあね、一番最初の頭の写真いってくれる？出ました。出ました。これは恩太じゃございませんか。はい、父ですね。恩太というのは里見光太郎さんです、はい。皆さんご存知の方も大勢いらっしゃると思いますが、佐野圭介さんは里見光太郎さんのご子息なんです。はい、よろしくお願いします。はい、もうね、里見光太郎さんといえば僕はもう東映で。はい、何回切られたか切られたんですか。切られたもあるし、守ってもらったんじゃない、そっちもあります、はいはい、切られたし助けてもらったりっていう、まあね、時代劇に行くとゲストで行くと、はい、主人公の人に対してこう悪いさして、はい、最後切られるか、はい、主人公に助けてもらってなんかこう問題を解決するか、どっちかじゃないですか、はいはい、だからね、半々ですもん。切られた方が多いかな。まあそれだけ役の幅がね、池さんも広いから。いやいやいや。でもね、僕はもうね、この里見さんはもうね、いまだに覚えてます。まあ、一番最初に、里見さんにお会いした時のことを、東映に行って、はい、ちょっと作品名忘れちゃいましたけれども、うん、衣装を着て、はい、オープンだったんですよ。オープン、はい、オープンって映画村ですよ。はい、東映の映画村にね、まあ、江戸の町が再現されているような、で衣装着て初めて行った時にね、50メーターぐらい前から座ってらっしゃる里見さんがすぐ分かったんですよ。もうね、オーラがね、ビカビカしてる、ね、ブワーってなっていて、でヒュッとこっちを見られたんですよ。クッとこうなって、なんか俺それ以上近づけなかったんですよ。圧がでも挨拶に行かなきゃいけないから。そうですね、そうですね。でもなんかあんまり近づくのもなんかなと思って、ええ、なんか確かね、あんまり近づけないところで頭を
深々と下げたっていうなんか最初の印象でそれぐらいすみませんね、なんかいやいやでもね、オーラがすごかったですね。まあでもオーラっていうのはやっぱりあるっていうのはよく聞きますね、父にはね。そうそうです。あの当時やっぱりね、あの東映の、ね、それこそ松方さんとかね、はい、松平健さんとか、はい、まあ、金谷さんいらっしゃって、金谷さんもいらっしゃって、もうきら星のごとく時代劇のスターがいらっしゃる中で、やっぱ東映のあの京都の太秦のね、うんうん、あの雰囲気っていうのはやっぱりちょっとものすごいもんがありましたね。そこはすごいですね。すごかったですね。でね、はい、ちょっとそんな話をしながら、携帯これね、はい、ちょっとこれウィキペディアから、はいはいはい、父里見光太郎の影響で明治大学附属中野高等学校時代から俳優を志し、はい、これ合ってますか？厳密に言うと俳優ではなくて声優を志しました、うん、お、はい、志し、父に相談するが猛反対を受ける、はい、猛反対、これは本当です、猛反対でした。これなんで反対したんだろう、里見さん。ですね、うん、僕が高校を卒業する間際になった時に進路相談の自分で考えた時に、役者になりたいと思った時に、うん、やっぱりこれはあの大先輩ですからね、う言うても大先輩とかのさんじゃないでしょ、はい、父といえども大先輩ですから、はいはいはい、まあそうですね、はいはい、まあ、話筋は通す必要がある。あ、なるほど、はいはい、で、ちょっとあ、まあ、マネージャー経由で会ってほしいっていうので、京都まで僕新幹線で行って、はい、はい、京都 の、 あの八丈口の方の目の前にあの都ホテルがあって、ね、はいはい、あそこのご飯を食べながら、そこで、うん、かくかく近々高校で俳優にやりたい、お父さん俳優になりたいんだ、僕はと、うん、だ、ダメだと、ダメだと、ダメだと、うん、でなぜダメか、うん、でと絶対に苦労するからだ、あ、で俺を見て、うん、役者をやりたいと思っていたら、うん、大きな間違いだ、へえ、僕はたまたま、うん、東映のニューフェイスに入って、うん、で時代劇の映画で主役をやれて、うん、で今テレビの方に来てもたまたま人と作品と運に恵まれてたまたまこのポジションにいるけれども、ほとんどが慣れない人が多い、だからお前は真っ当な道に進めと、役者はダメだ、まあ愛情ですよね、はい、でもやっぱりその里見さんがそれを言われるっていうのは何とも言えず大きな含みがあるよね。ありますよね。だからまあ、まあね、もちろんお芝居がいいとか、うん、スターっていうあれもあるんですけど、うちの父の言い方をすると、うん、僕はたまたま運が良かったっていう言い方ですね。へ、まあ、うちの父は時々すごい格言を言う時があってですね、まあ、これはすごいなっていうような一言をですね、うん、多分他には言わないと思って僕がポロッと聞いたりするとですね、うん、恐ろしいような一言が出てくる時ありますね。へ、はい、なんか思い出すことある、ありますね、うん、あのとにかく印象に残っているのは、うん、あのいわゆる水戸黄門が放送が終了したじゃないですか、はいはいはい、でその時に、うん、うちの父がこう公式のコメントで、うん、背中を突然切られたような気がしたっていうのをいわゆる公式のコメントとして出したんですね、うんうん、でいやさすがにうちの父はあのスケさんもやって、うん、で映画では角さんもやって、はい、でテレビシリーズでご隠居もやっていて、うん、3人やっている中で、はい、うちの父の歴史の中で水戸黄門っていうのはこう欠かせないものなのに、うん、こう後ろから切られたような思いがしたって言った時にさすがに僕も電話したんですね、うん、で親父さ、うん、やっぱりいろいろと寂しいよなって話をしたら、うん、いや圭介な、うん、これは通過点なんだよ、はあ、でもう当時80になるかならないかの頃でしたけど、うん、そのもう大御所じゃないですか、大御所ですよ、でもう下手すればもうの悠々自適としててもいいのに、はい、うん、水戸黄門が終わったことを通過点と捉えている感覚がまだまだ現役でやるつもりだなこの人と思いましたね、うん、俺たちまだまだ若そうだね、だペペですよ、ペペだよね、ペペですよ、先輩、そういう先輩がいらっしゃるといくつになっても俺たちいつになったらこのペーペーから抜け出せるの、はい、一生ペーペーじゃん俺たち、あもう参ったなこれ、なんかコメントが来ました、コメントなんだろう、怖いなありがとう、はい、ありがとうございます。志村翔太郎さん、本日の佐野圭介さんですか、はい、私は TBS のホテルシリーズが好きでした、うん、はい、はい、ありがとうございます、ホテル、ドラマでの特に亡き松方弘樹さんや、はい、丹波哲郎さんのエピソードなどを聞かせていただければ幸いです、はい、なんかありますかこれ、ある、これね言えない特にね、
特にお二人ともね、奇跡に入られていらっしゃいますし、うんうん、じゃあいいエピソードね。いいエピソード、丹波さん丹波さんはやばいですね。やばいよね。まあ、松方さんは、うん、まあ、よく言われているのは、まあ、福家さんもご存知かと思いますけど、うん、特に豪快伝説が。豪快でした。花見とかね、はい、京都の花見とか。豪快伝説な方ですからね、うんうん、まあ、あのホテルでも例外なく豪快で、うん、豪快で、はい、まあ、僕たちと違ってあのマネージャーさんですから、うんうん、まあ、僕はあのホテルであのレストランの、はいはいはい、まあ、ウェイターの役だった、うん、なかなかこう絡みがないんですけど、はいはい、まあ、いわゆるカンパニーとしてホテルグループとしてですね、うん、あのまあ忘年会とかあるわけですよ、はいはいはい、でそういう時に一応松方さんにも声かけるじゃないですか、はい、でまあそのまあ俺は行けないけど、うん、まあこれ君たちで楽しんでいきなさいみたいな感じでこう、うん、金一封がですね、はい、こういただけるんですけれども、はい、どこでやるのこれみたいな金一封がやっぱりこう金一封が立っちゃうんですね。はい、だからそういった形で、すごくお世話になりましたし、あとは、うん、ああ見えてとてもシャイなんですよね、うん、実は、はいはい、いつもこう隅っこの方でクッククック笑って、あ、はいはい、でかといって全てにこう目が行き届いているような、うん、本当にあの松方さんはあのホテルでもいいあのマネージャーとしてあの役者さんとしてもすごく尊敬できる方ですね、うん、そうですね、かっこよかったですよね。かっこよかったですよ、ダンディーですしね、うん、かっこよかったな松方さん。松方さんにも何回も嫌われたけど、まあ、ね、東映のね、うん、金さんをずっとやりになってましたからね。もう俺やっぱり時代劇って言えばやっぱりその里見さんとか松方さんとかね、いろんな方に東映に行っちゃやっぱり見て勉強させてもらったっていうのがすごく多いよ ね、はい、ね、だから自分が撮影が終わっても諸先輩方がいるとそのどういうノートをするんだろうとか、はい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 、こうふっと振り返った時 の、 この例えば簡単に言えば顔の角度とか、うんうんうん、立ち姿 の、 この見せ方とか、はい、それがアップの時と、ね、引きの時でどう違うんだろうとか、なんかね、あとセリフの時代劇のセリフの喋り方とか、うんうん、間の取り方とかいうのを一生懸命どうやったらこんなに素敵な演技ができるんだろうと思ってなんか一生懸命見てた初先輩方だもんね。そうですね、僕も福家さんと同じでやはり自分の撮影が終わっても、うん、まあ、どうせ帰っても京都ですからね、うん、宿に帰るしかないんだったら現場にいようと思ってて、うん、やっぱりすごくよく終わってからも初先輩方のお芝居見てましたね。でも佐野くんはさやっぱりさ、はい、里見さんの息子さんだからさ、なんかいろんな先輩方に、はい、おーなんだまあ、あの辺の人たちみんなこうちゃんとか言うじゃん、こうちゃんですね、で里見さんのことをこうちゃんって言うんですよ、はい、それまた素敵なんでね、こうちゃん麻雀行こうよとか、なんかこうちゃんこうちゃんとかなんかやりますね。だからちょっとそういった意味で可愛がってもらったところもあるでしょと思うでしょ。お、違うの。真逆ですよと思う。真逆ですよ。だから、うん、いわゆる、うん、まあよく東映ってすごい厳しいところで、はいはいはい、もうみんな若い役者さんとかが行くの怖い、うん、行くの怖いとかってよく言って、うん、そんなことないんですよ。東映本当に温かくて皆さん優しくて、うん、でなんていうかな、皆さんその職人気質ですし、はいはいはい、ですけど僕の場合は、うん、父っていう看板があったから、うん、なんぼのもんじゃよお前だったんですよ、うん、どれだけやれるんやお前みたいな方で見られてました。あ、愛の無知だね、はい、だから何、刀も自分で刺せないの、刀も綺麗に刺せないの、うん、できて当然やろうお前、うん、そっちでした僕は。だからその里見、要するにこうちゃんの息子だから、うん、こうちゃんの息子はケスケケスケケスケっていうのは、うん、それがしばらく後です。あ、一通りきちんとできるようになっちょ前になってからはケイちゃんケイちゃん、あ、そういうことか、はい、だから愛の無知なのかしごきなのかなんだかわからないですけれども、まあ、とにかく最初だってもうメイクアップルーム入っても歯舞台つけてくれない、カツラかぶらしてくれないっていうところで、衣装行ったって、うん、旅なんぼやって大体聞かれるんですけど、うん、聞かれない、うんうん、もうずっと裸で端っこの方に立ってるような状況が最初です、はい、でも今にして思えば、うん、それも全て教えであって、うん、そのあらかじめね、その東映に来るのに、うん、時代劇の所作一つ、刀一つ、着物一つ着れないのにどうするっていうようなことですよね、うん、結局はね。そうね、そういうことなんだよね、はい、だからもう僕はもう本当に真逆でした、うん、あ、そういうことなんだ、ね、
そしてですね、はい、もうあんた受けるが、その意思は固く固く東邦学園短期大学演劇科に入学、はい、卒業後難関を突破し俳優座の研究生になった。俳優座に入ったんですか。俳優座入りました。はい、はあはあ、最初、まあ、当時東邦学園っていうのは俳優座の養成機関みたいな要素が強くてですね、うん、俳優座に行きたければ、うん、東邦学園を卒業しなきゃいけなかったんですよ。あ、そうなんだ。一般公募がなかったんですよ。あ、そうなんだ、はい、今あるんですけれども、うん、なので僕はどういうわけか、進撃を選んだんですけれども、うん、まあ、俳優座に入りたいならば東邦学園だっていうこともあって、はいはい、で、まあ、あとあのミンクさん、中谷一郎さんっていう、はいはい、あの風車の役者をおやりになってた方、はいはい、やはりこう俳優座に、はいはい、ので、まあ、言ってしまえば遠野英二郎さん、うん、初代水戸黄門も俳優座なんですけど、はいはい、まあ、そういった方たちもずっとテレビで見ていたっていうこともあったので、なるほど、ね、選択肢としては、はい、俳優座に行こう、まあ老舗、まあ、文学座青年座と並ぶ老舗中の老舗です。老舗ですよ。なので、うん、ここに行っとけば間違いなく演技の勉強ができるだろうと、うん、いうことで、まあ、逆算して東邦学園っていう。もうその頃にはお父さんはもうじゃあしょうがないなって、そこまでやりたいんだ、門前まで諦めろって言われてから、うん、僕1年間もう遊びほうけちゃって、目標失っちゃって、ああやめろって言われたから、はい、行きたかったのに、はい、うん、でもうやること出すことを何にもダメで、うん、もう自堕落な生活の極みだったんで、うん、でこれじゃ俺ダメだ、人生終わると思って、うんうんうん、もう一回行ったんですよ、うん、だから分かったって言って、俺もう人生ダメになるって言って、でその時に言われた言葉が、お前が60になっても70になっても、うん、この仕事を選んでよかったなって思える覚悟があるならやりなさい。かっこいいな、言うことが。もうその60までもあとわずかなんですけどね。かっこいいな、言うことが。いちいちかっこいいですよね、この野郎って感じですけど。いやー、やっぱりあの温帯と言われるだけの人は言うことがすごいな。でももうそれ30-40年近く前に言われたことをいまだに明確にやっぱり覚えてるぐらいインパクトですからね。うそうだよね、よく覚えてますよ。はい、で俳優座に入った、ね、俳優座に入ったわけですね、はい、そしてですね、1990年1月、はい、新春時代劇スペシャル、もみの木は残った、はい、父と共演デビュー、はい、これお父さんなんか嬉しそうでした、嬉しかったでしょうね。これはですね、父のね、愛情なんですけれども、うん、まあ、いわゆる親の七光の一員なんですがね、うん、私もそう考えると、うん、ここだけ父が力を貸してくれたんです、うん、デビューだけ、うん、俺の息子役で、もみの木は残ったの原田海が主役なんですけど、はい、それの息子で、原田海が父の息子、うん、だから親子が親子の役をやった。はあ、すごいな、はい、でこれだけですね、仕事をお膳立てしてくれたのは。美しいね、話としてね。美しいんですね。どうなんでしょう、ね、スタッフも拍手してるよ。美しいよ話が。、はい、へえ、まあでも父は気が気じゃなかったみたいですね、後で聞いたら。そうだよね、はい、やっぱりね、うん、NG 出さないかな、まあ、これ山下耕作さんっていう、まあ、超大御所の監督だったんですけれども、もみの木は残ったって、あの日テレのお正月のドラマだったと思うんですけども、山下耕作さんが撮られたんですよ。今だって息子さんがいっぱいいてね、撮られててね、はい、そうなんです、友さんが。へー、で僕それこそ生まれて初めてカメラの前に立って芝居をするんですけれども、うんうんうん、5行ぐらい、5、6行あったセリフ、うん、ワンカットでした。あ、はい、あ、よかった、全部セリフ覚えてとか思って。そうかそうか、はい、それでデビューし、翌年には初舞台波我が愛の演技を、はい、今井正監督に認められる、はい、そして1991年9月戦争と青春で銀幕デビューを果たす、はい、そうですね、この作品でオリーブ新人俳優賞と日本アカデミー新人俳優賞を受賞、はい、もう華々しい、この辺いいですね。この辺華々しいですね。いや、華々しいですよ。、はい、いやでも確かにね、なんか覚えてるもん。え、ま、だって覚えてるっていうか、この佐野くんで僕より6つ下だから、はいはいはい、この頃佐野くんって1990年ったら何歳ぐらいの時？僕67年ですから、うん、24でしょ、はい、だちょうど僕が30ぐらいの時なんで、はいはい、あ、里見さんの息子さん出てこられてこんな華々しく来てるなっての、はいはい、当然同じ世界にいるから分かるじゃないですか。そして1991年9月、
戦争と、あ、そうか、そうですね、はい、戦争で、その後まあテレビとか舞台とかさまざまなジャンルに挑戦して、で、じゃあちょっといろんな今までの写真をちょっと見せてもらっていいですか。あ、これ父と妻ですね。あ、奥さん、はい、あ、優しそうな顔した奥さんで、はい、これはあの僕と妻はあのあれあのちょっと ID みたいなぶら下げてますけど、これゴルフコンペの、うん、実はスタッフをやっていた時にうちの父がコンペ参加してたっていう、へー、はい、そんな感じですね。そう、里見さんといえばゴルフ大好きですからね。大好きですからね。よくなんかあのサンディエゴの方に別荘があるんですか。ありますね、はい、目の前がゴルフ場で、そう、なんかサンディエゴにゴルフに行くんだ、はい、1ヶ月で35ラウンドぐらいするって言ってました。すごい、もう、はい、今でもゴルフやってらっしゃるんでしょ。 やってますね、やってますね。なんかちらっとさっき聞いたら御年今88ですね、になって4日間連続でコース回ったそうですよ、はい、元気ですよね、里見さん。素晴らしいですね、見習いたいですね。はい、そしてじゃあペッと次、あ、これは親子、これは何の作品だ。これはですね、大江戸捜査網ですね、リバイバル。うちの父は昔大江戸捜査網電報寺隼人主役をやっていたんですが、はいはい、この時は高橋克典さんが電報寺隼人主役でやられた時に、うん、うちの父が内藤翔って一番こう大江戸主演だった時に、僕はたまたまこの作品にキャスティングされて、で同じシーンだったんですよ。なるほど、はい、こういうシーンでこう来るとちょっとお父さんもなんか照れくさい感じあるのかな。どうですかね、普段の表情と。いや、あんま変わんないですよ。変わんないですよね。はいはい、まあ、どこまであれなのか分かんないですけど、まあでもカットがかかってどうだったって、うん、大丈夫ってそんな感じでしたね。はい、へ、はい、あ、でもなんかちょっと羨ましいな俺。なんていうのかな、その俳優やっていてね、はい、自分の同じ世界に、ね、自分の目標とするような人がいるっていうのが、うんうん、それがさらに父親であるっていうと、まあそうですよね、なんとも言えずね、なんかね、ちょっと羨ましいな、うん、なるほど、うん、うん、そして次の写真、ペッ、お、これは去年の舞台ですね。去年、はい、去年あの、まあ、松井誠さんのこれ舞台のワンショットなんですけれど、あの、まあ、立ち回りを、うん、で、これはまあ、これは本当にいわゆるなんていうのかな、劇中のちゃんちゃんバラバラっていうようなんじゃなくて、うん、もう縦田村みたいな形の形と形式しあった立ち回りの一手の瞬間なんですけど、まあ、左、うん、まあ、向かって左が僕なんですけれども、綺麗な写真だねこれね。すごく綺麗な写真が撮れて、うん、まあ、お客様がいらっしゃるから多分本公演中の写真ですね、ゲネプロじゃなくて。へ、であの今一緒に撮んだ野口さんっていう方ですけど、実は同門なんですよ、うん、立ち回りの。へ、なので、まあ、立ち回りはどこで勉強されたの。僕は大山克美先生のと大山塾というところで、あ、まあ、2人とも立ち回りの基本は新国劇、新国劇だなんですね。新国劇といえば尾形健さん、尾形健さんもそうですね、ですよ、はい、若林剛さんとかもそうですね。そう、あの新国劇の立ち回りってちょっとスッと当てるでしょ、はい、当てますね。スッじゃないですよ、結構パンって当てるんですよ俺、ね、これをね、はい、それ尾形健さんと、はい、あの最後1対1で戦うっていう、あの新春 NHK の新春ドラマ時代劇に出させてもらった時に、はい、俺尾形さん大好きだったんで、はいはい、で尾形さんといえば新国劇で立ち回りを習ったっていうのも尾形さんのこと調べてるからさ、うん、分かるわけじゃない、はいはいはい、で新国劇は当てるらしいぜって思ってるわけじゃないですか、はいはいはい、で最後切られた瞬間ね、この帯のところパーンって来たわけよ、これが来たーと思った時に切られてんだけど、なんか嬉しいのかさ、わかんない。でもね、うん、ちょっとわかりますね、わかるよね。僕もその新国劇に流れを組んだ劇団の若獅子とか何回か出演させていただいていて、うん、立ち回りあるんですけど、うんうん、やっぱりねうまいことね、そうパコーンと帯狙ってくるんですよ、来るんだよね、これはね、ハマるとね、なんかちょっとね、快感になってくる。そうか、ね、ある不思議ですね、ド M ですね、ド M だよ ね、俳優あるあるだよね、あるあるですよね、はい、じゃあちょっと次の写真をベッド、はい、あ、これは去年の10月の舞台ですね、あの天安津っていう劇団の、天安津、上西さんのところだ、上西さんです、はい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 、で、工事も、あ、田村工事もですよね、工事も出てますね、これね、うん、あの金田一と阿賀康介ってどっかで聞いたことあるような、はいはいはい、漢字にしていただくと分かるんですけれども、ね、うん、その舞台ですね、犬神唐草殺人事件っていうあ、まあ、ちょっとパロってるような、でまあ、そこで、まあ、ちょっとこれ劇場どこだったの、これが、劇場、劇場ですね、下北沢、はい、俺あの天安津の芝居って見たことあるんだけど、はい、
何十人って出演者がいるじゃないですか。多いですね。四五十人いるじゃないですか、はい、で劇場とか下北沢の劇場って基本的には楽屋が10人も入ったらパンパンぐらいなところで、はい、で俺なんか工事かなんかの見に田村工事が出てるやつを見に行ったら、はいはい、工事楽屋がなくて外にいたよねまあそんな状況でしたよこれもだよね、はい、これもそんな状況です。まあでもまあ、出ちゃえばねなんとなく板の上に立ってる時間の方が長くなったりとかするので、まあね、楽屋戻らなかったりとかするし、なるほどね、はい、まあでも、まあ、男子も女子も入り乱れて、うん、こう洗濯機の中での楽屋みたいな感じですけど、あ、まあでも楽しかった。これ楽しかったですね。まあ上西さん僕初めてコント行って、上西さんの作品はいつか一回出てみたいなって、うん、それこそ提案をずっと見ていて思っていて初めて出させていて、とってもいいお役をいただいて、あ、はい、楽しかったですね。はい、これじゃこれは、去年の9月ですね、うん、天圧の前の月にやっていた日本橋公会堂でやったあの雪の上変化、いや、そう雪の上変化ですね。雪の上変化ってあの林雄一くん、あ、林雄一くんじゃ、林雄一さんと林雄貴くんが主役で、はいはい、あの雪の上をやって、で二役やるんですけど、でこれは僕はあの報い犬っていうキャラクター、うん、ちょっと犬キャラで懐っこいキャラクター、こういうコメディタッチのもやるんだね。やります、やります、やります。佐野くん、はい、ですね。で、まあ、陽一さんと林陽一さんとツーショットを撮った時の写真だったんですけどね、うん、これは去年の9月です ね、 ね、 ね、年間何本ぐらい芝居やってるの。去年は、うん、9本でした、ね、うわー、すげー、はい、まあ、例年になく多かったです去年は。9本って言ったらもう終わったら次、終わったら次だよね。ほぼそうでしたね。はあ、はい、すごいエネルギーだな。いや、もうヘロヘロになりましたね、はい、じゃあまた次のこれは、これはですね、一緒に写ってるのは歌手としきくんなんですけれども、仮面ライダーアギトで一緒に、歌手としきくん、歌手としきくんですね、はいはいはい、これはあの去年の6月7月で、うん、あの秋田にありますね、うん、あの後楽館とい う、 おう、あの実は日本最古の劇場で、秋田に日本最古の劇場があるんです。あのぜひあの皆さんあのググってください。後楽館っていうところがあるんですけれども、うん、でここはあの重要文化財にも指定されている劇場で、客席が全部桟敷なんですよ。客席ゼロなんです、はあ、畳なんです。すごいな、雰囲気があるね。昔ながらの劇場なんだね、はい、だからね、当然客席はないよね。はい、はい、盆もすっぽんもあるんですけれども、うんうん、盆ってあの周り舞台ですね、うん、で、すっぽんっていうのはあの花道のとこ、七三のところがこう下からせり上がってくるのを、うん、あのすっぽんっていうんですけれども、うん、それが全部人力なんですよ。うわーそっか、はい、下でやるんだ、周り舞台を回すっていうような舞台で、これは一月半秋田に泊まり込んでやったんだ。 やりましたね。応挙の幽霊というあの落語でも有名な作品でしたね。ここのが劇場、あ、これです、これです、これです、まさに。あ、なんか素敵な劇場だね。すっごい素敵な劇場なんです、ここは。ぜひあの行っていただきたいですね。へえ、はい、いや素敵素敵素敵、もう、もうすっごい雰囲気いいんですよ、全部木造で。へえ、こういうとこ、いや俳優である以上一回ぐらいこういうとこでなんかお芝居してみたい気がするな。最高ですよここは。へえ、いや素敵だな、いいな、ね、風情があってね、はい、もう本当にいい劇場でした、ね、こういうところでさ芝居やるとさ、はい、なんかその歴史をさあの劇場から感じるじゃない。感じますね。過去にいろんな人たちがここの板の上立ったんだなと思うと、そうです、なんかそれだけでさ、なんかこうブッとこうな、身が引き締まりますよね。なるよね。で今は重要文化財に指定されちゃったからダメになっちゃったんですけど、うん、過去に出演された方の、うん、サインが楽屋の壁に至るところに書いてあるんです。だからよく見たらうちの父の名前も書いて、も 出, られた出たんです。出てるんですよ。だから昔の歌舞伎俳優さんの名前とか、歌舞伎もやるんですよ。歌舞伎もかかるんですね、年に何回か。なるほど、はい、こういう劇場は大事にしないとダメだよね。本当大事にしてほしいです ね、ここは。日本はさ、こう文化に対するさ、なんていうのかな、いろんな、なんて手厚くないよね、うん、文化を守ろうとすることとか、そうですね、なんかそういうことになんかもっと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 国を挙げてなんか文化を守ることに、うん、頑張ってほしいな。国立の演劇の学校がないのってやっぱり日本って珍しいですよね。海外とか行くと国立の演劇の、まあ、国立の劇場とかはあったとしても、うんうん、養成機関みたいなものとかは国立はないんですよね。そうだよね、確かに、うん、
だからやっぱり本当文化を育てようっていうのがやっぱ日本は薄いよね。薄いんですよね。すごく薄い、うん、悲しいよね。悲しくなりますね、うん、もうちょっとやっぱそうしないとやっぱり古き良きものがどんどん伝えていってしまって、うん、口立てじゃどうしても伝えきれない部分とかありますからね、うん、そう日本はね、うん、せっかく日本って素晴らしい文化がね文化伝統っていうのがあるんだから、うん、やっぱりこれをもうちょっとなんていうのかな守るって育ってて、うん、ね伝承していくっていうことをやっぱり日本という国でぜひぜひやってほしいな。ぜひそう思いますね。お願いします。変なランチキパーティーなんかしてないんですよ。もう、まあ、あれは腹立つよねあれ。いやいいんだよここは。もうあれは腹立つよ。あれ税金だぜ。だって、まあ、そうですよね、うん、はい、ダメだあんなことやっちゃダメだ。なんか、ね、もう税務署がすごい文句たらたらだってこの間税務署の職員さんもおっしゃってましたよね。あ、本当そうだよ、はい、もう襟を正さなきゃ一番いい。襟を正してほしい人に。まあそうですね、襟を正してほしいですね。はい、じゃあ次の写真。次の、ね、おあ、これは、去年の5月国定中止です。これは鍛えてるね。この時はちょっと頑張ってパンプしてるね。パンプしましたね。頑張りましたね。この時はかっこいいね、これ、はい、この時は立ち回りが140手ぐらいあって、うわすげえ。一人対全座組の男みたいな感じでした。うわすごい、これはすごいね、はい、気合入るね。気合入りましたね。相当気合入りましたね。これはもうあの写真でみなぎってるもん、もうやる気が、うん、気が、はい、あのやっぱり出るんだよ。こういう写真一枚でもさ、なんかその俳優さんの持ってるなんかみなぎる気の力みたいなのって、まああの、うん、出るね。1対140ってぐらいで1対全座組になると、うん、ちょっと間違えるとやっぱり相手も自分も怪我をしますからね。絶対こうちょっとでも抜けないすごいっていう感じでしたね。これもいい写真。ありがとうございます。よし、じゃあちょっと次。あ、これはあのこちらですね。去年の4月、ちょうど1年前も、はい、うん、こちら神崎潤さんと一緒にツーショットを撮った写真ですね。もう全く違うね、さっきの写真と。もう振り幅すごいんですよ、本当いろいろ。本当だ。いろいろやらないとお仕事ないんで、ね。じゃあ次行ってください。はい、これは去年の2月だったかな、うん、守り屋という作品で、これはあのヤクザの若頭の役、これ伝承ホールの舞台の裏から撮ったんですけど、あの佐野俊介さんっていう方で、佐野さんのなんですけど、名古屋をメインに活躍されている役者さん で、この時はあの山川豊さんが主役だったんですけど、これの時はもうヤクザバリバリヤクザですね。なるほど、ね、はい、いろいろやりましたね。今日はいろんな役やったな、こう見ると。よし、また次行ってみよう。はい、ここまた林雄一さんですね。あ、林雄一さん、はい、これはあの大御所じゃないですか。ですこれは林雄一さんがあの着物のこの襟のところを見ていただくと分かるんですけど、うん、葵の御紋が入っていて徳川家康を。お、本当だ本当だ、はい、葵の御紋入ってる、はい、家康で、家康。その子は何の役？僕はこの島津豊久という、はいはいはい、いわゆる島津家の、島津家のあので関ヶ原の戦いで、あのドリフターズっていう漫画でも取り上げられている島津豊久っていう役をやって、で、うん、まあ、結局自分の叔父たちを関ヶ原から逃がすのに、はいはいはい、自分が死んがりを務めて一、うん、人で何人もやつ捨てがまりっていう作戦を考えたのは島津家なんですけど、はいはいはい、それで最後壮絶に死んでいくって。で僕だけこれ本甲冑つけてるんですよ。他の人たちみんな普通の、うん、柔らかい甲冑ですけど、僕だけこれ本甲冑つけていて、うん、立ち回りやらなくちゃいけなくて、めっちゃ重くて、これ僕膝痛めちゃったんですけど、実は鎧って鎧兜つけると本当重いよね。重いです。あの本鎧を着るとよく昔の人こんなんで走り回れたのと思うよ、ね、思いますよね。こんなので変な話ですだけど10分20分動いたらもうねヘロヘロですよ。もうこんなになるよね。ヘロヘロですよ。なるよね。楽屋帰ってきたらこうですもん。なるよね。だあれほほいやよくあれたんだろう。よくあれで戦えたよね。だから多分、うん、本甲冑をつけられる人っていうのは位が上で戦わない。馬上とかね。ああなるほどね。じゃ陣中の中とかね、うん、そういう感じだったのかな。絶対戦えた。だってあれ来てたら逆に不利ですもん。そう、あの走るの遅くなるし、一回転んだら立ち上がるのも結構大変なんだよね。結構大変ですよこれ。転んでもごもごしてないブスだよ、ね、カメみたいになるんですよ。本当にねこれはね、うん、なんあの衣装合わせの時に小道具が来るわけじゃないですか、うん、僕の時はポンと五月人形みたいなのが来て、うん、なんで俺だけこれ本鎧なのって、
まあやりましたけどね、本当にいろいろあるよね、俳優あるあるだよね、俳優あるあるですよ本当に。そしてあ、これがその時の集合写真ですね。 あの最後にあの吉弘と吉久っていう作品だったんですけれども、うん、ね、時代劇はいいよね、なんかね、この時は衣装が本当にがっちりで、うん、皆さんあの気づかれると思うんですけど、本がつらみんなかつらかぶってかぶってるんですよ、この時は。本当だ本当だ、はい、最近はこう予算がなくて、うん、そうなんだよね、かつらがなかなかかぶれないんですけど、そうなんだよね、この時は衣装もかつらも全部ありありで、はい、撮りましたね。お、あ、これは趣味はゴルフですか？趣味ゴルフ、ゴルフはやばいですね。一時もすごいハマりまして。今度一緒に行こうよ。ぜひぜひ。行こうよ行こうよ。でこれはあの歌手としきくんと村井真由美ちゃん、あ、はい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 、なんですけども、実はこれ秋田なんですよ。へえ。あの後楽館の先ほどの映像出たお芝居が、なんせ1ヶ月半やるものですから、うん、はいはい、休演日があるわけですね。はははで。みんなクラブ持ってって。うん、休園日ゴルフやったんです。へー、はい、でもうこの3人は本当大の仲良しで、仲良しなんだ。こちらでもよくゴルフ行くんですよ。はぜひ今度ご一緒させてください。ぜひぜひ。実際ゴルフすごいからな。いやいや、もうね、最近もうヘロヘロなんで。はい、オッケーです。これもう一つの趣味ですね。これガンダム。ガンダムですね。僕はあのこれあのガンプラ作るの、プラモデル大好きで、うん、結構頑張って作っているんですけど、これ大きさってどれくらいあるの？これはですね、これメガガンダムって大きいこのくらいあるんですよ。これは実は写真だと小さいんですけど、このくらいあって、でこれよーく見ていただきたいんですけど、よーく見ると縦に、うん、のど真ん中に林余一って書いてあるの分かります？サインで。分かる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 。上の一番真ん中、はい、真ん中で、うんうんうん、これ実はその先ほどの集合写真があった舞台のクラウドファウンディングの返礼品として僕が作ったんですよ。へえ。それで縦に出演者全員の名前が入って、で肩のところを見ていただくと島津家の家紋を僕がオリジナルで入れたんですよ。ここに島津家の家紋が入ってるんです。あ、本当だ、丸二重、丸二重、うん、でこれも島津家の話なので、うん、であの関ヶ原の戦いをイメージして、うん、すごいもう全体的にガンダムを汚しに汚して、で胸のところにちょっと隠れてるんですけど、島津義弘っていうのが、うん、のもう貼ってあって、ちょっと影になっちゃってるんですけど、はいはいはい、で肩に島津家の紋を入れて、ファンクラウドファンドの返礼品としてシールと縦のところに全員の出演者の名前を入れたっていうオリジナルを、オリジナル島津ガンダムだ、島津ガンダム、島津、稽古しながらこんなの作って時間溶かしまくりましたけど、はい、これのってさ、はい、1個作るにどれくらい時間かかるの？早いと2週間ぐらい、これは1ヶ月ぐらいかかりましたね。これ部品ってめちゃくちゃあるんでしょ？物にもよります。ああ、もう多い時にはすっごくもうパーツが多くて、これ結構流行ってるらしいよね、このガンダムのこういうを作るのって。結局僕が中学高校時代にハマって、うん、今56になった時に、うん、変な話、ちょっとのお金とちょっとの余裕があるおじさんたちが、うん、みんなこぞって作ってて、コロナの時に一気にグッと上がったんですよ。あの自宅で待機をするのに暇だから、暇だし、でもう品薄になっちゃったんですね。へ、僕の趣味ですね、これも。女子、次の写真、これもそうですね、ガンプラです。これはユニコーンっていうガンダムなんです。これも全部あの LED とかが仕込んであって、うん、あの全部こうトランスフォームスで電源入れるとバッとこう電気がつくんですけど、ごめん、ちょっと聞いていい？はいはい。このプラモデル、プラモデルでいいの？はい、プラモデルですね。このプラモデルって、はい、まあ、箱に入ってるじゃない、はい、箱に入ってる。1箱いくらぐらいするもんなの？この子は、うん、この子はちょっといい、ええもんで、うん、これは1万3000円ぐらいです。おー、あの LED とかも、でも安いのは3000円か2000円ぐらいから手に入りますね。あ、でも1万円ぐらいでこういうの買えちゃうんだ。買えます、買えます、全然買えます。あ、いや、びっくりした。でもっと言っちゃうと、あの中古があるので、うん、あの中古市場とかいわゆるリサイクルショップとか行くと中古品が売ってるので、僕はほとんど中古で買ってます。あの新品で買うと高いので。なるほど、はい。俺もっと もっと値段高いのかな。いやいや、もう高くても1万6000円ぐらいです、うん、高くて。そうなんだ、はい。じゃあまあ1ヶ月ぐらいそれで楽しめたらいいよね。はい、全然楽しめますから。 OK、 じゃあ次の写真を。これもそうですね、これもガンダムな。これもガン、あの同じくあのシナンジュっていうモビルスーツ、モビルスーツも本当オタク丸出しで申し訳ないな。ガンダムも、はい、そのスーツが変わるとこう形状が変わるんだ、はい、あのいわゆる、まあ、連邦とジオンっていうのがこう敵と味方みたいな。これは敵が、まあ、
ストーリーでいうと敵型の。あ、もう今多分ガンダムファンの人はそう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 。じゃあちょっと次はもうあと時間がなくなってきちゃったよ。これはうちの僕の趣味ラック、趣味のフィギュアラックですね。あの下にいっぱいあのフィギュア、僕もフィギュアコレクト、フィギュアコレクションしているので、一番上のスターウォーズで、真ん中宇宙戦艦ヤマトがあったりとか、一番下はマクロスフロンティアとかあったり、まあ、アニオタの人たち、今もし見ているアニオタの人たちがいたら分かる分かるみたいな。フィギュアも今すごいもんね。フィギュアすごいですね。あと5分しかない。やばい。ちょっと次の写真、次の写真。あ、これは、あ、これね、フケさんがね、アメフトをやられたっていうことで、うん、これ、あの、田村浩二君と柏木君とか、みんなでアメフト、ライスボール見に行った時の写真ですね。はい。僕アメフトもすごく大好きで、よく見に行ってるんですよ。あ、面白いよねアメフト。なかなか日本では人気がね、こうなかなか出ないけれどもね、はい、アメフトってね。もうあの田村浩二君と柏木君とか、一緒にもう一つちょっとあのマスクして、あの奥が白いマスクが妻なんですけど、手前が岡本敦子さんで、あのみんなでこうアメフトお正月から見に行ったって感じですね。はい。ちょっと次行ってくる。これ見に行ったやつ。これですね。オビックシーガルズと富士通フロンティア。はい。なるほど。はい。で、あ、これがこれがこのやつ、戻りますね。ペッ、これです。これで、はい。ペッ、はい、これですね。これイゲタ、またこれかっこいいね。これまたですね。これの、うん、このレビューの後の次の舞台がこれなんですよ。あのイゲタヤっていう。5月の17、18、19。はい。北千住のあの劇場でやるんですけど、あの偽侍の源一郎っていう、これはちょっと。男の悲哀に満ちた骨太な時代劇ですね。もう稽古始まってるんです、実は。はい、こちらも稽古始まって、今日から始まったのかな、稽古は。これはかなり骨太な、時代劇ですね。なってますね。そうそう、最近ちょっとさ、あの時代劇も見直されてるっていうんじゃないけど、やっぱり見たいんだよね、みんな時代劇を、ね。そうだと思いますね。時代劇やっぱり枯渇してますね、皆さんね。うん、だってこの間ほら、真田広之さんがさ、ハリウッドでね、将軍っていうのがすごいですよね、あれは。すごいのをやってるし、はい、やっぱり日本がさ、世界に誇れるコンテンツ、やっぱアニメと時代劇は絶対だよね。そうですよね、はい、これがそうですね、フライヤーの裏面、ね、裏面ですね。あの柳十兵衛さんっていう方が主催 で彼はとても時代劇のことを愛していますし、よく知って、まだ僕よりも年下なんですけども、よく時代劇のことを知ってます。なるほどね、はい、な感じですね。です、これで写真終わりだったかな。あ、これがその全体像ですね。全体像、おお、はい、いい写真だな、これも。いいですね、もう割となんかこう骨太な感じが、うん、このフライヤーから漂ってくる、はい、ぜひこれは見ていただきたいですね、これも、ね、これ、もう一回5月の5月ですね、17、18、19、北千住の V っていう、北千住 V っていう劇場です。 BUOY ですね、はい、こうちょっと変わっていて、もともとお風呂屋さん、うん、銭湯だったで、銭湯を居抜きで劇場にしたんです。あ、富士山とかはないんですけど、うん、あのお風呂屋さんの劇場 V っていう劇場ですね。なるほど、ね、あのいわゆる海に浮かぶ V ですね。はい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 、写真ありがとうございます。ありがとうございます。これでもう全部終わりですか。あ、足りないな、時間なんか喋り出すと足りないよね。はい、はい、で今後じゃあ、はい、あともう2分しかないよ。やばいですね、どうしましょう。佐野君、はい、今後なんかこう自分の目指すところっていうのはどこにあります。まあ僕はやはり基本的に、うん、時代劇をですね、やっぱり基本、これはもう使命なのかなって思うようになってきて、でまあ福さんもそうですけど、うん、いわゆるいい時代の東映とか松竹とか商業演劇を知っている、うん、で私たちはそういう先輩からいろいろな時代劇のノウハウを見せていただいて、うん、はい、先ほど見て盗んで見て学んでっていうことをしてきたので、うん、で今の若い人たちってそういう道しるべがだんだんいなくなってきちゃっている。で自分もまだまだ勉強の途中だし、家庭ではある、それこそ父じゃないですけど通過点、通過中ですので、やっぱり勉強できるところは勉強して、やはりこう後世に伝えていければ、自分の体験を後世に渡していければって、やっぱり使命としてやっぱ時代劇を追求していきたいなって、これから先、ね、はい、もうちょっとしかない、パッと見ましょう。ともこさん、トークが濃厚すぎてついついコメントを忘れてしまいました。もっと聞きたいのでまたゲストに出てほしいです。ともこさん、ありがとう。ありがとうございます。じゃあ見てくださってる方に佐野さんから
一言視聴者へメッセージお願いします。ちょっとしかない、このチャンネルまた来ます。呼んでください、ふけさん、もっと話したいこといっぱいあるので、また来ますということで、本日のゲストは佐野健介さんでした。ありがとうございました。